令和の虎、オールオアナッシング、ベストオブ TF アワード。はい、それは何でしょう。すいません、はい、あの流行語大賞の発表なんですけど、コメント欄にですね、はい、流行語なんて取らへんやん。あ、ね、確かにそうか。だから、うん、ベストオブ TF アワードとかの方がいいんちゃいますかっていうコメントが入ったんで、なるほどそうだなと思って僕は反省して、はい、急遽ベストオブ TF アワードに変えました。はい、ということで、はい、すいません、これからはですね、流行語大賞という言葉をやめて、ベストオブ TF アワードということで、今回も発表していこうと思います。はい、はい、分かりました。先にちょっと言わなきゃいけないのが、はい、今回はですね、前回と比べると応募が少なかったんですよね。そうですね。で、なんでこんなに少ないんだろうと思っていろいろ考えてみたら、思い浮かぶのがですね、何番目から何番目ってズッキーが言ったじゃん、うん、で、あれを一個一個確認してやで、毎回のものをもう一回見直してみて、誰が言ったどんな言葉なのかまで調べてやるってすげえ作業だよね。そうですね。ましてこの5月とかものすごく新しい視聴者が増えたんで、そうなんだよ、なかなか重たい作業だなと思う。なので、はい、うん、多分ね、間違えちゃって、あの例の小林さんの、はいはい、ね、セリフを書いた人もいたりしたぐらいだったんで、うん、これはちょっとなんか視聴者の方に重い宿題を出しすぎだなと、うん、いうことをすごく反省しました。はい、はい、でも一生懸命書いていただいた方がいらっしゃったので、今回で一応発表します。はい、ただ、まあ、次回からちょっとやり方考えなきゃね、うん、それちょっと後半でお伝えしましょう。わかりました。はい、じゃあ早速ですね、はい、今回3章ですね。はい、まずは一つが虎の、まあ、流行語名言集になるんですね。はい、虎の名言集って言ってみましょう。わかりました。はい、名言集は名言だな。名言、はい、はい、で、志願者の名言、うん、はい、最優秀志願者、そう、この3章になります。はい、はい、まずは早速この虎の名言から、はい、よろしいでしょうかね。はい、少ない応募だったんですけれども、これが一番多かったんで、これは素直にいきましょう。はい、中澤さんの回だね。はい、中澤さんの回で最後に林さんが言ったやっぱりサービスですよが一番多かったんで、サービスですよが虎の名言に選ばれました。あ、で、それを書いていただいた方の中から、厳選に抽選したんですね。はい、それで選ばれた方が、人生はいろいろあるよさん、はい、はい、たまにコメントくださるような記憶もあります。うん、はい、確かなんか質問もいただいて、僕人生はいろいろあるよさんの質問で、一人語りで答えた記憶があるんで、うん、人生はいろいろあるよさん、これ見ていただいてましたら概要欄から入っていただいて、実際のですね、本名とご住所を教えていただければ商品差し上げます。タイガーファンディングの収録見学券、はい、これ差し上げるんですが、これもですね、実は批判がありまして、はい、遠い人だったら交通費もかかるじゃないかとかって書かれてるんですよ。うん、なのでちょっとね、考えますけれども、あの交通費をこちら側が負担するとか、おうおう、ということも考えてやりますので、まずは連絡ください。はい、はい、ということで今回の商品はお約束通り、このタイガーファンディングの収録見学金が当たりました。おめでとうございます。はい、はい、虎の名言については主催者賞を一人決めましたね。はい、はい、主催者賞はですね、うん、これ同じ回ですね。そうです。はい、はい、安藤社長がおっしゃりました。はい、のっかりの安藤、のっかりの安藤、はい、はい、これも票を集めました。はい、これが2位だったんですよね。はい、なんでやっぱりこれはここから選ぼうということで、選ばせていただきました。山下真司さん、はい、はい、タイガーファンディング のグッズを見繕って、お送りしますので、これも山下真司さん、ぜひあの住所を教えてください。はい、ありがとうございます。11,500円相当とかそうなんですよね。そうだね。はい、はい、はい、じゃあ続いてですね、はい、志願者の名言、そう、はい、問題はこれなんですよ。はい、でこれがですね、実はたくさんの票が集まったものが今回なかったんですよね。うん、はい、でいろいろと議論したんですけれども、結論から言いましょう。今回は大変申し訳ないんですけれども、該当なし、はい、ということにさせていただきたいと思います。で具体的にはですね、まあ、義馬くんとか新本さんとかいくつかあったんですけれども、一つはですね、まあ、新本さんに関して言うといろいろやってらっしゃるみたいなんですね。よくわかんないです、僕見てないんで。ただあのそういうことがいろいろとコメント欄にもバーッとこう入ってきてる中で、僕ら主催者側としては何か同じ土俵に乗っかるつもりもないし、かといって戦うつもりもない、関わるのも嫌だなというふうに思っているので、あえてですね、志願者の名言で万が一ですけれども下さん選ばれてしまうと、
やっぱ呼ぶっていう作業になってくるじゃないですか。それまた違うなと思ってるんですね。でこう言うと、え、じゃあ奥田さんどうだったのって、たこ焼きの、はい、いや奥田さんはちゃんと僕連絡をして非常に良好な関係の中でわざわざ大阪からここまで来てくださったわけですよね。で終わった後も丁寧なメールもいただいて、我々主催者側とは非常に良好な関係が今も作られている方なのでいいんですけども、ちょっとね新本さんの場合は違うなというふうに思っているので、まあ少なくとも我々としては圧倒的に多くの票を集めたわけでもないので、それぞれが残念ですけれども志願者の名言については該当者なしっていうふうにさせていただこうと思っています、はい、どうですかズッキー。そうせざるを得なかったかなというふうに思っていますので、はい、はい、仕方ないと思います。はい、ということでお許しください。はい、はい、では3勝目ですね、はい、最優秀志願者賞ですね。まあこれはですね、虎の名言にも2つとも選ばれたやっぱり中澤さんが圧倒的に多かったですね。そうですね、移動式託児所の中澤さん、はい、はい、ということですので、中澤さんにこの賞を差し上げたいと思うんですけれども、はい、トロフィーをね、はい、はい、ちょっと進捗がね滞っている感じがあるんですよ。コロナの影響もあると思うんですけども、うん、なので、ちゃんと理解をしていただいた上で僕らも進捗確認した上で渡しに行こうかなというふうに思ってますけども、これを選んだ方の中でこれも厳正な抽選をしました。当選された方はタイガーファンディングの収録見学券を差し上げますけれども、選んだ方がともみさん、この方に当たりましたので、ともみさんもですねぜひ概要欄からお入りいただいて連絡いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで最後になりますけれども、はい、今後のことをちょっとねお伝えしよう。そうですね、ちょっと今回視聴者の方々にですねお願いした宿題がちょっとハードすぎたんじゃないかということなので、はい、そうですね、はい、まずはちょっと開催頻度の部分も、はい、うん、今半期半期でやってたんで、はい、結構な本数がアーカイブされてしまうので、はい、まあ、3ヶ月に1回ぐらいの頻度にしていこうかなというのがまず1個の改善点です、はいはい、であともう1個はですね、やっぱりその3ヶ月分といえども全部見直すのはなかなかしんどいと思うんで、うん、このそれぞれこの3ヶ月間の中でどんな志願者がいらっしゃったのかっていうところの、テキストを起こしたものと、はい、その中でこう注目の一言みたいなものは、はい、まあ、一応こうノミネート作品じゃないですけれども、うん、こうリストアップさせていただいてその中から選ぶ。そうだね、はい、でプラスアルファでまあそこを見て、はい、まあ、こういうのもあったよねっていうところが入ってくるのは全然構わないんですけれども、はいはい、主催側からある程度このノミネート作品を絞り込ませていただく。だいたい今で言うと1ヶ月に4人から多いと6人ぐらいの志願者が出てくるので、はい、3ヶ月だと15人ぐらいじゃないですか、はい、じゃあ15人の志願者がこの人この人この人だよ、うんうん、でその回で一番まあ多分注目を浴びたであろう虎の言葉がこうこうこうだよ、うん、で志願者の言葉がこうこうこうだよってことで箇条書きにした形を、まあ、表にして、うん、でそれを例えば、虎の名言だったらこの、ね、真ん中のところからどれか選んでもらう、うん、で志願者も同じように選んでもらって最後最優秀志願者選んでもらう、そんな形にしましょうか、はい、そうすると、ね、もう一回見返していただかなくても、あ、この回こうだったよねってことで分かると思うんで、そういう形に変えていきたいというふうに思っています。はい、はい、いやでも結果開いてみるとやっぱり中澤さんが今回3冠というかですね、まあこれはでも正しいですよ ね、まあ、すね、やっぱり、はい、あの場面だけを切り出せばですよ、はい、まあ、だからって言って中澤さんが今後本当に成功されるかどうかとはまた別物だもんね、うんうんうん、まあ、でも上半期でやった時に神田瑞希ちゃんが最優秀志願者になって、ね、今ああやって頑張ってるわけだから、うん、その後をね追っかけてもらいたいなというふうには強く思ってますし、うんうんうん、あの時の虎の流行語大賞は野田社長だったっけ、新年前だね、はい、新年前林さんが密かに狙ってましたから、はい、分かんないですけど、はい、林さんおめでとうございます。おめでとうございます。サービスですよ、で林さんにもトロフィーがいきます。はい、またトロフィーをですね準備して、はいはい、渡しに行くところもまた収録でお届けできればと思います。今度はこんなちっちゃいのじゃなくてもうちょっとまともなものをちゃんとこう入れたいですね。サービスですよっていう言葉も含めて、ね、はいはい、お渡したいと思います。はい、はい、本日はですね、はい、ベストオブ TF アワー、はい、はい、こうなりましたので多分サムネイルもそれになってますんで、はい、なんだこれと思われると思いますけども、はい、ちゃんと皆さんのご意見をね、反映させて変えましたんでご理解いただきたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。